膵臓は、脊椎動物の器官の一つで、膵液と呼ばれる、消化酵素を含む液体を分泌し、それを、消化管に送り込む外分泌腺である。中国語では、臓とも呼ばれていた。ちなみに、膵痔は国字である。また、脊椎動物の膵臓の中には、ランゲルハンス島と呼ばれる球状の小さな細胞の周回が無数に散らばっている。ランゲルハンス島は、一個一個が微小な臓器と考えられ、インスリン、グルカゴンなどのホルモンを血液中に分泌する内分泌腺である。なお、魚類の中には、ゼブラフィッシュやメダカのように他の脊椎動物と同様、膵臓内にランゲルハンス島が散在する種が存在するが、中には膵臓ではなく肝臓近辺に散在する種も存在もする。このように一部の魚類を除き脊椎動物の膵臓は二つの機能を持つ。また、ランゲルハンス島を膵臓の内分泌部とも呼び、これに対し、ランゲルハンス島でない部分を外分泌部とも呼ぶ。胆管周辺の模式図肝臓、右肝管、左肝管、総肝管、胆嚢管、総胆管、胆嚢、オッディ活躍筋、ファーター膨大部、膵管、膵臓、十二指腸膵臓は、紀元前3世紀に古代ギリシアの医学者のヘロフィロスにより初めて同定され、1世紀にエフェソスのルフスにより、パンクリアスと命名された。宇田川源信が1805年刊行の違反膝下綱において、パンクリアスを膵臓とした。宇田川は、肉を示す、ガツと、すべてを示す、アツムを組み合わせて、膵を増字した。人の膵臓は、成人で、長さ15センチメートル程度の右側が太く、左側が細いくさび型の臓器である。向かって、左端は、肝臓の下にある十二指腸が、この字型に曲がった部分の間にはまり込んでいる。反対側の右端は、腹部の右端の脾臓まで達している。十二指腸側を膵頭部、脾臓側を膵尾部と呼ぶ。膵臓の中には、膵臓で作られた膵液を十二指腸まで運ぶ管で、ある膵管が通っている。膵管は、十二指腸側に近づくにつれて合流し、最後は、太い2本になって、十二指腸につながる。主膵管は、十二指腸につながる前に、胆嚢から胆汁が流れてくる、総胆管と合流する。膵管は、十二指腸の壁を貫き、その内側に膵液を出すが、膵管の開口部は、腸の内側に向かって盛り上がっており、ファーター乳頭と呼ばれる。また、その開口部には、平滑筋のオッディ活躍筋があり、膵液の分泌を調節している。膵臓の体積の 95% 以上は外、分泌部が占める。残りが、ランゲルハンス島である。外分泌部の構造は、唾液腺に似ている。膵液を分泌する細胞は、十数個で一つの腺房と呼ばれる、丸い塊を構成し、その内側の狭い隙間に膵液を分泌する。腺房にはごく細い導管がつながっており、分子膵管は次第に合流し、膵液を主膵管と副膵管へと導く。分泌された膵液は、ファーター乳頭及び、副乳頭から十二指腸へと送り出される。膵液は、この外分泌細胞の分泌液であり、腺房細胞より分泌された、多種類の消化酵素を含む分泌液と、導管部より分泌されたアルカリ性の分泌液の混合物である。消化酵素の多くは、活性を持たない腺具体として分泌され、これが胃液中のペプシンや小腸上皮のブラシ塩に存在するペプチダーゼの働きで部分分解されることで、活性を持った酵素となる。これは強力な分解酵素である、膵酵素によって、膵臓自身が消化されてしまわないようにするためと考えられている。膵管の閉塞による膵液の鬱滞や、その他何らかの原因によって、膵臓内で膵酵素が活性化されてしまうと、膵臓自身の自家消化が生じ、急性膵炎を生じる場合がある。膵液中には、タンパク質分解酵素であるキモトリプシンやトリプシン、炭水化物の分解に働く膵液アミラーゼ、脂質の分解に働くリパーゼなどが含まれており、食物の大雑把な分解に寄与する。すなわち、タンパク質や澱粉をそれぞれオリゴペプチドやマルトースまで分解する。この後の消化は、小腸上皮のブラシ縁に存在する酵素の役割である。水酵素の指摘 pH は、ややアルカリ側に偏っており、水液中の高濃度の重炭酸塩が強い、酸性である胃液を中和して、消化酵素の働きを助ける。血中のアミラーゼやリパーゼは、膵炎のマーカーとして用いられる。この酵素は、体の他の部位でも産生されるため、例えば血清アミラーゼの上昇が、すなわち、膵炎の存在を示すと解釈することはできない。免疫学的に、膵液アミラーゼと唾液アミラーゼなどを区別することも可能であるが、必ずしもすべての病院で可能であるわけではない。そのため、血清アミラーゼの解釈には注意を要する。一方、血清リパーゼは比較的膵臓の異常に対して特異度が高いと言われている。膵臓中に散在するランゲルハンス島の数は20万から200万個程度と言われている。標本を作成してランゲルハンス島を特殊な染色法で観察すると、ランゲルハンス島を構成する細胞は、染色液による染まり方の違いから、アルファ細胞、ベータ細胞、デルタ細胞、PP 細胞などに分けられる。アルファ細胞は、グルカゴン、ベータ細胞は、インスリン、デルタ細胞は、ソマトスタチン、PP 細胞は、水ポリペプチドを分泌する細胞である。グルカゴンは血糖を上昇させる働きがある。インスリンは、ホルモンの中で唯一、血糖を低下させる働きがある。インスリン抵抗性などによって生じた高血糖状態は、ベータ細胞内において大量の活性酸素種の生成や、タンパク質とグルコースとの糖化反応を引き起こす。一般に、糖毒性と呼ばれる、この現象は、ベータ細胞のインスリン含量の減少や、ベータ細胞数の減少を引き起こすと考えられる。ヘプシジンは、主に肝臓で産生される一種のペプチドホルモンであり、腸からの鉄の過剰な吸収を抑制する作用を有し、鉄代謝制御を行っている。このヘプシジンは、膵ベータ細胞にも発現している。膵ベータ細胞が、糖代謝のみならず鉄代謝にも関与している、可能性を示している。鉄結合性タンパク質の一種であるフェリチン値の上昇は、糖尿病のリスクとの相関が指摘されている。ありがとうございます。